はいどうも皆さんこんにちは、レンです。ということで今回なんですけども、ウマ娘カップリング解説ということで今回第2弾でございます。というか前回の動画が鬼ほど伸びてない。僕の視聴者様はね、まああんまり見たくない動画なんだなと思ったけど、僕が楽しいからちょっとね2弾やります。前回は滝カフェを紹介しました。今回はまずウラライスです。早速解説していきましょう。ウラライスとは春うららとライスシャワーのカップリングのことを言います。スピンオフマンがウマ4やゲーム内のシナリオなどで行動を共にする姿がたびたび描かれている。ライスとは対照的に負け続けても物事を前向きに捉え笑顔を欠かさないうららの姿に元気づけられることが多い模様。共に小柄だがライスシャワーは後頭部、春うららは中頭部、ライスの方が先輩ですね。ゲームのオープニングムービーでは2人一緒に登場しています。何か不幸なことや失敗があると私のせいと落ち込むライスに対し、うららはどんな結果でもそれを肯定してくれるマイナスをプラスに捉える特徴があり、結果としてライスの心を救ってくれる優しい世界を生み出す組み合わせでもある。史実に目を向けると勝って嫌われたライスシャワーと負けても好かれた春うららという対比になっている。あるいはどちらも負けを望まれた馬とも言えます。他にもライスは安楽死処分という非業の死を迎え、うららは引退後もソフト競馬という第二の戦場で初勝利を収めた後、今も与託牧場で元気に生きている。両者は生死すらも対極的なのである。一方ウマ娘世界のゲーム内の勝負服では、黒と青の豪奢なドレスと白と赤のシンプルな体操着という対照的なデザインになっている。また去年ねウェディングのイベントがありましたが、あの時もライスとウララがねシナリオに組み込まれていたわけですが、ウララちゃんの髪飾りの部分ねよく注目していただくとね、なんとバラがついているんです。これはライスのモチーフのバラではないでしょうか。腰の部分にもね。ウララはライスのことをちゃん付けで呼んでいるが、彼女が年上とちゃんと把握しているかは不明。史実ですらライスの方が7歳上である。ちなみに史実の春うららの幸運はその生涯そのものと言ってもいいが、細かいところでは武豊が春うららに騎乗するレースの直前、雨だった天気が突然晴れ出し1万3000人の観客が最高の状態でレースを観戦できたというエピソードもある。なおゲーム内の一コマ漫画によると、ライスはウマ娘界では対照的に自分が出走するレース場だけゲリラ豪雨に見舞われるという目に遭っている。うらら曰くコースがプール化するレベルで降ったらしいが、持ち前のプラス思考ですごいと一言で片付けていた。ちなみにこの2人はビートバン勢、つまり金槌である。実際の高知競馬場は潮風や高知の気候の関係で晴れててもやや重不良のいずれかになりやすいトプロ涙目不可避の競馬場であり、両馬場になるのは稀である。うららが平気そうなのはそういう水たまりや泥に慣れているからなのか。アプリゲームの親愛度ストーリーにおいて春うららの行動がライスシャワーの重大な転機となっており、結果的に彼女が救われている。一方春うららの育成イベントでは、そんな彼女がある出来事をきっかけに迷いを見せた際にライスシャワーが自身の経験に基づいた助言を送り、それが立ち直る一助となるという重要な役割を果たしている。第3シナリオにおいてもバレンタインの育成イベントで登場。街で開かれたバレンタインフェアに2人でチョコを食べに行くが、お腹いっぱいになったうららが眠くなってしまいました。ライスはうららが気に入ったチョコの持ち帰りを手配して、眠ってしまったうららちゃんをおぶって学園に帰るという、珍しくライスがお姉さんお姉さんしてるっていう話なんですよね。なおライスとうららはね直接的な関係っていうのは史実ではありません。なぜならライスシャワーの没年がね春うららが生まれる約1年前の1995年なので、現実的に考えてこの2人がねレースで一緒に走るっていうのは無理なんだけど、そこができるのがウマ娘のね素敵なところ、もうウマ娘世界の素敵なところ。ちなみにライスシャワーのお母さんと春うららのおばあちゃんはね1982年のオークスに出走しているというね、まあそういう共通点はあります。続きましてはオペドとテイエムオペラ王と名称ドトーのカッピングのことを言います。ドトーはオペラ王が呼び捨てで呼ぶ数少ない相手であり、ドトーも自信に満ち溢れているオペラ王に憧れを抱いている。アプリ版ではお互いの育成シナリオで強力なライバルとして立ちはだかる。史実の2人は1996年の同期であるが、名将ドトーはアイルランド生まれの外国産馬のため、当時の規定ではクラシック競争には出られなかった。そうこれのせいなんだよね。ウマ娘のロードトゥーザトップで、ね、これねまあ YouTube で、新作アニメウマ娘やりますけど、これでねなぜね、なぜ名将ドトーがあのねあの世代の中に入っていないのか、キービジュアルで描かれていないのか、あれはねもうクラシックレースをね題材とした話だからね、名将ドトーそもそも出れないんだよ。キービジュアルにドトーも入れてあげてってみんな言ってるけどね、そうなんですよ、悲しいですよね。コバになった2000年、テイエムオペラ王が波動を突き進む中、王道路線で9度にわたり対決する。テイエムオペラ王はアニメ1期放送中の2018年5月に亡くなっていますが、名将ドトーは2023年現在も存命である。名将ドトーは待機シャトルと同じノーザンレイクファームで余生を送っていた。待機シャトルは2022年8月に亡くなっている。2人のね史実の戦績なんですけども、2000年宝塚
坂記念、こちらがねオペラ王対怒涛の初戦になります。この時オペラ王が1着、怒涛が2着、これがねめちゃめちゃ僅差だったし、1番人気テイエムオペラ王だったんだけどね、6番人気の名勝怒涛が2着っていうね結構面白い試合なんですよ。ちなみにこの時の2番人気はグラスワンダーでした。続きまして2000年の天皇賞秋でございます。こちらでテイエムオペラ王が1着、怒涛がまた2着、この時1番人気テイエムオペラ王、2番人気が怒涛というね、1番人気2番人気で決着というね、オッズ低いね。ちなみにこの時テイエムオペラ王6連勝、そして2000年ジャパンカップ、こちらがテイエムオペラ王1着、2着が怒涛、やばい。やっぱり安定のテイエムオペラ王1番人気で、怒涛は5番人気でした。でもやっぱりね2人ともね差がマジでなくてね、本当にちょっとの差でねテイエムオペラ王が勝ってるっていうね。そして2000年のレースを締めくくる有馬記念での勝負ですね。この時やっぱりテイエムオペラ王1番人気、怒涛が2番人気、オペラ王めちゃめちゃ強いからね、もうめちゃめちゃマークされるわけですよ。最後の直線で四方八方囲まれまくりの状態、テイエムオペラ王は来ないのかって思ったら、やはり来ました。テイエムオペラ王最後の 200m、 わずかな隙間を逃さず一直線に加速、そのままね抜け出すね勢いなんだけども、怒涛も負けてません。そこにすがりつくようについてくる。最後は両者横並びで鼻差で決着というね。そしてテイエムオペラ王はこの2000年負けなしというね、すごい強すぎる。しかも何がすごいって、2000年の8レース全部ね G2G1 しかなくて、 G1 めちゃめちゃ多いのにね、そのもう G1 なんてもうめちゃめちゃ強いやつの集まりなのに、それに全部勝ってるっていう、やばい。そして2001年になりまして、もう一度オペラ王と怒涛が戦います。なんとそのレースがね1年前オペラ王と怒涛が初めて戦ったね、僅差でオペラ王が勝ったあの試合、宝塚記念でございます。2001年宝塚記念、1番人気はオペラ王、2番人気は怒涛、名勝怒涛1年前のリベンジを果たすチャンス。2000年オペラ王と一緒に走ったレースは全部2着、そんなライバルと初めて走ったこのレース、宝塚記念でのリベンジ、結果は名勝怒涛が1着というね、もうついにずっと2着だった名勝怒涛がついに勝ったという、しかも初めて戦った宝塚記念で勝てるっていうのはもうめちゃめちゃ漫画やん。でこの時ね2着がテイエムオペラ王というね、もう漫画展開すぎやん、もうこう2人がねこう入れ替わるみたいな、やばいやん。でテイエムオペラ王のねかっこいいところがさ、これね最後の直線さ、結構もうテイエムオペラ王後ろっていうか、まあ真ん中の方だったんですよ。だからもう、ね正直4着とかそれぐらいになるかなと思ったら、最後ビューンって追い上げてきてさ、やっぱり最強のライバルでしたね。現在の JRA 獲得賞金ランキングでアーモンドアイのね19億1526万3900円っていうのが1位なんだけど、まあでもねこの動画が投稿される頃にはドバイワールドカップがね終わってるから、ワンチャンねパンサラッサがね1位になってる可能性があるんだよね。てかパンサラッサマジでヤバすぎる。サウジカップ勝つのはえぐい、13億ですからね、世界1位の賞金ですから、ウォッカが生涯で稼いだ金額をねもう1回のレースで獲得してしまうというえぐい。まあそれは一旦置いといて、4位がねテイエムオペラ王の18億3518万9000円なんですけど、現在の競馬の賞金に換算をし直すとテイエムオペラ王は35億稼いでることになるらしいです。さすが世紀末覇王でございます。ということでね、今回はこのねカップリングを紹介しました。最後までありがとうございました。